の注目が集まってる。そのまま陽動よろしく。あ、みんなは作戦通りに。ジョーカーが踏ん張ってる間に頼んだ。了解、サーチライトは任せとけ。俺たちはハッキングのサポートだ。ええ、まずはゲート周辺の安全を確保しましょう。いいぞ、切って切って切りまくる。敵の目はジョーカーに釘付けだ。いい感じ、そのまま続けて。あの数を一人で。さすがはジョーカーだ。スカルじゃこうはいかないね。何が本音じゃなか。敵が集まっているか。やっちゃえ、ジョーカー。奪え、撃ち抜け。続いて、この1ヶ月で発生した類似事件の報告です。はじめに、財務省の吉川事務次官、ご存知の通り、国会答弁中に突如表現し、公文書の改ざんを告白しました。次に、札幌中央市議会、次、有名小説家の S 氏、
突然の断筆会見を開き芥山賞を辞退、続いて民放の看板キャスター、そして最後警察庁刑事局長が突如全裸になり省内を走り回って逮捕何かおかしいかね。いえ、すみませんこれらの多くは一部を除いて単なる珍事件として、の事件も人格の急激な表変が認められます。先に挙げた対象者は全て、表変する前までは精神に異常などは認められていません。つまり外的な要因がなければ考えづらい精神錯乱による異常行動です。精神錯乱？ただの偶然じゃないのか？誰かが人の心を操作してるとでも？先ほどの事件はあくまで一例で、全国的に類似事件が多発している状況です。やはり心の回答だ。静粛に進行を続けたまえ。ありがとうございます冠城管理官。先ほどご意見が出たように、当該事件は半年前まで世間を騒がせていた事件、心の回答団による改心事件の疑いがあると上層部は判断しております。の、しかし脈絡がなさすぎるんじゃないか？動機も推測できんだろう。まるで愉快犯だ。以上の件を諸君に調べてもらいたい。なるだけ早くな。私が諸君に求めることは二つ。一つは本件を立件するのに十分な証拠を押さえること。二つ目はそれを短期間で行うこと。なぜかわからんが、上はこの件にご就寝だ。我々は結果を出さねばなら。容疑者は回答団のリーダー。改めてこの男を徹底的に調べ上げろ。回答団ね。うちの電車に乗るのも久しぶりだな。もうすぐ四軒茶屋か。久しぶりにあいつらとの再会だな。我が輩、柄にもなく緊張してきたぜ。
ダウンよ。驚いたか？会いたかったぞ。久しぶりだな。少し背伸びた？元気そうでよかった。マルガナもね。にゃっさー。外は暑くなったから。マスターのコーヒーが冷えてる。なんでお前がトカゲなんだよ。サプライズ大成功だね。まったくお前ら憎いことしてくれるじゃねえか。久々に会えるってのに何もなしじゃつまんねえだろ。だからマスターに頼んで開店前に入れてもらったんだよ。元気そうじゃねえか。ぼちぼちな。ああ、つもろい話もあるだろうが、そろそろ店開けるからよ。続きは上でやりな。お前の部屋だ。好きに使え。はいよ。その代わり、後で店手伝えよ。よし！じゃあ全員に集合。たく、騒がしいのが帰ってきやがった。笑いどこじゃねえよ。リュウジは期待裏切らねえな。この間の期末も赤で3つ取っちまってさ、マジで焦ったぜ。早く補習で来らんなくなるとこだったわ。へへ、勝った。私1個しかなかったし。まったく相変わらずね。少しは真面目に授業を受けたら。お、生徒会長の鉄拳制裁来る。もうそれいい加減忘れて。大学ってやつは楽しいのか。ええ、充実してるわ。今のうちに基礎を固めないと。私も忙しいけど楽しいかな。野菜の品種改良の勉強したり。ほう、それはうまいのか。食いつくの早えな。てか春の学部は経営とかそっち方面じゃないのか。そうなんだけど、興味があれば他の学部の授業も受けられるようになってるの。農学の授業があってね、収穫量と土壌の栄養素の関係とか。うげえ、我が輩すぐ寝ちまいそうだ。双葉は？学校はどう？余裕だ。満員電車と体育以外はだいぶ慣れたぞ。だろだろ、もっと褒めてくれていいぞ。で、肝心のお前は？地元でうまくやれてんのか？まあ俺もそれなりにはやってんだけどさ、やっぱお前がいねえとピリッとしねえっつうか。そりゃ当然、私たちのリーダーだからな。だね。怪盗団魂は永遠ってやつな。それで夏休みはどう過ごすの？今日予定を決めるのよね。そうそう、それ決めなきゃ。夏休みの間はずっとこっちにいられるんだよね。やっぱ旅行じゃね？1ヶ月遊び放題なわけじゃん。あのね、宿題の存在とか忘れてない？それにみんなは高3でしょ。卒業とか進のことだって言わないで。分かってるから、今だけは忘れさせて。相変わらずだな、リュウジは。話を戻すが、
旅行なら京都がいい。寺社仏閣を回り、ひたすらスケッチに勤しむ。一月あればどれだけの芸術に出会えるか。歴史と伝統ある文化財が。芸術系なら私はパス。あんま興味ない。てかさ、旅行もいいけど、まずは近場でキャンプとかしてみない？昼は自然の中で思いっきり遊んで、夜はバーベキューとか。バーベキューにキャンプ？リア充限定イベと呼ばれるあれか。楽しそう。焚き火するなら薪割りは私に任せてね。ケーキ漬けにバーベキューで肉祭り、ありだな。赤身のいいとこ頼むぜ。なんたって我が輩はグルメだからな。夏らしくていいわね。健康も考えて野菜は多めにね。バーベキューとなれば黙っておれん。歴史と伝統に触れるのはその後でいい。芸術より食い気か。それでいいのか、お稲荷。じゃあ再会祝いの第1弾は全会一致によりキャンプに決定。そうと決まれば。エマ、キャンプにいるもの教えて。キャンプに必要なものをリストアップしました。渋谷705近くに専門店があります。そこでの購入をおすすめします。お、なんだ今の。コンシェルジュアプリのエマだ。知らないのか。あ、聞いたことある。何でも教えてくれてすごく便利なんだよね。確か愛で動いてるってやつだろ。愛じゃなくて AI、 人工知能だよね。アーティフィシャルインテリジェンスの略な。あらゆる情報の検索からナビゲーション、スケジュール管理、果てはお悩み相談まで。聞きたいことを音声入力するだけで最適な答えを用意してくれるのが売りだ。テレビでも特集されてたわね。すごく優秀だから急速に普及したって。そうそう、なかなかよくできてる。牛耳の1万倍は賢い。うっせ。でもまあちょっと興味あったんだよな。うまいラーメン屋とか教えてくれそうじゃん。よかったらみんな入れてみろ。いろいろ便利だぞ。もしかしたら遊びに出かけた先で困った時使えるかもしれないわね。面白そうじゃねえか。お前も使ってみたらどうだ。はじめまして、エマです。あなたに会えて嬉しいです。あなたの名前を入力してください。
ようこそ。私はエマ。あなた、お、起動できたみたいだな。みんな友達申請しといたから、とりあえず承認よろしく。おすすめキャンプグッズと出てるな。これをそのエマが用意したのか。結構優れもんだろ。しかもただ選んでるだけじゃない。季節とか天候、個人のプロフィールや位置情報も参照して最適なものを考えて表示してる。マジかよ、アイすげえわ。だから AI ね。じゃあこのリストにあるものを手分けして買いに行かないとね。つっても明日でよくね。外クソ暑いし、移動でこいつも疲れてんだろ。せっかく集まったんだし、今日は久しぶりのアジトで食べろうぜ。ああ、話したいことはいくらでもある。特に近代芸術における問題点とその新たな可能性についてだな。おう、却下で。すみませんマスター、カレーまでごちそうになっちゃって。気にすることはねえよ。再会を祝してってやつだ。それまたこいつが世話になるからな。よろしく頼むわ。こちらこそです。またお邪魔します。じゃあまた明日な。なんつーか、久しぶりに話せてよかったわ。明日は手分けして買い出しだね。俺らはキャンプ用品担当でいいんだよな。つうわけで明日は渋谷ブチ港前に集合な。じゃあな、忘れんなよ。店の手伝いも忘れるなよ。なあなあ、ベッドの感触懐かしいぜ。みんな元気そうでよかったな。ご主人も相変わらずだったし。やっぱりいいよな、ここは。キャンプはあさってからか。楽しい夏休みになりそうだぜ。にゃふふ、我が輩もだ。それじゃあもう寝ようぜ。おやすみ。お久しぶりですね。ようこそベルベットルームへ。この再会を喜ぶべきか悲しむべきか。殺処何このだまをつれ、あなたをここを呼びしたのは他でもありません。あなたとあなたが奪い返したはずの未来に危機が迫っていることを知るため、立ち現れた忌まわしきこの牢獄、そしてその罪人の姿が告げています。あなたが再び運命の囚われとなったことを。
何者かが策動し、あなたを厄災に満ちた運命へと誘おうとしている。その邪悪な意志を前に、あなたの内なる声が叫んでいます。抗え。と、我が名はラベンツァ。力を司る者として、あなたの行く末を見届けなければ。申し上げた通り、このままではあなたを待つのは破滅のみ。その運命に抗い、再び歪みゆく世界に立ち向かう覚悟はありますか？いずれ選択の時が訪れます。この先にはあの時と同じ、いえ、それ以上の苦難が待ち受けていることでしょう。ですが、私はいつもあなたのそばにいます。それを忘れないで。時間のようですね。いずれまたお会いしましょう。今はどうか良い夢を。おはよう。じゃあ早速行くか。つかマジ今年の夏暑すぎ。早く店の中入って涼もうぜ。我が輩たちはバーベキューセット担当だったな。道案内は任せたぞ、リュウジ。って俺もどこかは、とアプリに聞きゃ分かんだよな。エマ。はい、お呼びですか？あー、あれだ、あれ、昨日行ってた店に案内してくれ。目的地までのガイドを開始します。おお、地図出たぜ。そんな聞き方でわかんのかよ。こいつはなかなか便利かもな。よし、さっさと買い出し済ませて明日からの作戦立てようぜ。イベントサジェスチョンです。渋谷705前で柊アリスさんのイベントが開催されています。あ、なサジェスチョンってつか、アリスってマジかよ。柊アリスは日本のファッションモデル、アーティスト。キュートなルックスと色彩豊かで独創的な世界観で人気を博し、ポップカルチャーの発信者として若者を中心に絶大な支持を集めています。ほう、芸能人ってやつか。
んなに人気なのか。あの騒ぎ見りゃわかんだろ。生アリスかテンション上がるわ。お、やっぱお前も興味ある。ついでだしちょっと寄ったね。マジで可愛いから。何やってんの？なんかショップのオープニングセレモニーだって。っていうかあれアリスじゃん。ヒイラギアリス。みんな今日は来てくれてありがとう。今日からここに私がプロデュースしたブランドショップがオープンだよ。誰でも一度は別の自分になってみたいって思う時があるよね。ここはその願いを叶えられる不思議の国。なりたい自分になれるワンダーランドなの。私と一緒に不思議の国に行きたい人はいるかな。ありがとう。じゃあ今日は特別に先着100人のみんなへ特別な招待カードをプレゼントしちゃう。不思議の国をもっと楽しんでもらえる魔法のカードだよ。喜んでくれたら嬉しいな。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、君にも。やべえ、アリスの手触っちゃったよ。お、君メガネ似合ってるね。ごめんなさい、楽しんでね。白いウサギは不思議の国への案内人。みんな遊びに来てね。やれやれ、すげえ人だかりだったな。いやよかったぜ生アリス。やっぱ超可愛かったわ。な、芸能人マジパネ。我が輩は安堵の一筋だからな。興味ないぜ。へいへい、そうでした。これで気は済んだか。さっさとキャンプの買い出しに行くぞ。待ってるって。そういやお前カードもらえてたよな。あれって何だったんだ。にゃっへへ、リュウジはスルーされてたからな。うっせ、しょうがねえだろ、あんだけ人いたら。ヒイラギアリスのワンダーランド。ただの宣伝用カードみたいだが、ん、小さな文字で続きがあるぞ。エマの友達キーワードです。みんな私と友達になってね、だと。エマの友達キーワード。昨日双葉が使ってた機能じゃないか。友達になれるってやつだ。もういいじゃん、やってみろよ。キーワードを入力すればアリスと友達になれるってことか。カードに書いてあったやつじゃね。確かワンダーランドだっけ。キーワードが入力されました。ナビゲーションを開始します。なんか今変なって、お前その格好。お前もだ、見てみろよ。わ、マジか。え、
どうやらここは異世界ってことになるな。おいおい冗談だろ。あいつらさっき705にいたやつらか。ねえみんな、私のこと好き？それなら、みんなの願い、私にちょうだい。どうなってんだよ。考えてる暇はないようだぜ。突破するぞジョーカー、スカル。やりゃいいんだろう、やりゃ相手になってやるよ。油断するなよお前ら、久しぶりの戦闘なんだからな。まずは体を慣らしながら勘を取り戻していくんだ。誰に言ってんだ、切り込み隊長なめんなよ。その息出すから、我が輩たちもやるぞ。盾ごとぶっ飛ばしてやるぜ。遅い、撃ち抜く、貫け、撃ち抜く、貫け、貫け。ジョーカー、お前の力。ヘルスナ、ヘルスナ、いただいていく。いいぞジョーカー、このまま一気にいくぞ。まとめて肩をつけてやる。いくぞ、来い、奪え。つうかこの服になるだけじゃなくて普通にペルソナも使えんのな。シャドウはうじゃうじゃ嫌がるし、何なんだよここ。ここはまさか。ダルゲ、はっ、やっ。増援か、このままだと消耗が激しいな。環境を利用して戦おう。何か使えそうなものはないか。やるじゃねえかジョーカー、敵がいるんだぞ。目が回る。スカル、シャキッとしろ。消えろ、ヘルスナ、いただいていく。カルゲ、カルゲ、はっ。ヘルスナ、はっ、はっ、はっ。チャンスだ。よし、喧嘩売るとか100万年早いんだよ。ジョーカー、スカイ、気をつけろ。はぁ、また増えやがった。これじゃあキリがないな。ここは撤退だ。逃げるぞ二人とも、敵が少ないのは。一気に突っ走れ。
つうかマジで何なんだよここ。ここはアリスのパレスかもしれない。パレスってあれはもうできないんじゃねえのかよ。だいたい異世界ナビだって俺らのスマホから消えちまって。我が輩にもわからん。だがそれ以外に説明のしようがない。モニターに映ったアリスを見ただろ。あれはどう見てもシャドウだ。ここはアリスのパレスで我が輩たちはそこに迷い込んじまった。それが最も合理的な説明だ。くそ、とにかくやべえことに変わりねえってことかよ。何にしろもっと情報が必要だ。この辺りを調べるぞ。ここが本当にパレスなら歪みの核、お宝があるはずだ。それらしき匂いがなくもない。調べていくうちにいろいろとわかるかもしれん。それ次第で我が輩たちが取れる行動も変わるだろうしな。やるしかねえな。捕まえたのですが、願いは奪えずそのまま連れてきました。願いが奪えない？何それ。おー、君ちょっとかっこいいね。ねえ、名前はなんていうの？ダメじゃない、ジョーカー。ジョーの質問にはちゃんと答えないと。やめろ、てめえ。無事か？ああ、なんとかな。ちくしゅ、ひでえ目にあったぜ。つか、あの野郎、あれが本性ってわけかよ。いきなりぶん殴られてたけど、大丈夫か、ジョーカー。だな、あの野郎調子に乗りやがって。
さっさと戻って一発かましてやんねえと俺の気が済まねえ。でどこなんだよここは。地下まで落とされたようだが、どうやらゴミの廃棄場らしいな。とにかく出口がないか手分けして探そう。ゴミだらけじゃねえか、こんなとこ落としやがって。今はとりあえず進んでみるしかないな。この先も何が起きるかわからん。状況はこまめに確認しながら進もう。やあ、よっ。私はソフィア、人の良き友人だ。はじめまして。お前は人間か？名前は？ジョーカー。覚えた。ジョーカーはここがどこか。今そっちでなんかって、どんな、何があったんだジョーカー。我が輩に何か用か。タヌキ。猫だよ。猫じゃねえよ。どっちだよ。てか何なんだこいつ。なんか妙な服着てっけど。お前のか？私はソフィア、人の良き友人だ。お前もあのアリスってやつにやられたのか？わからない。記憶が消えてる。消えてるってお前。二人ともちょっといいか。あいつは何者だジョーカー。記憶がねえとか言ってたけどよ。出てきただって。手品かよ。さすがにおかしすぎんだろ。シャドウじゃねえみたいだな。敵意も感じないが。とにかくよ、まずは出口見つけようぜ。ここでうだうだやってても解決しねえだろ。困ってるのか。ああ、いつの間に。困ってるなら役に立つぞ。私は人の良き友人、
人の役に立つために生まれた。助けてくれるってのかよ。そうだ、どんな状況だ。いや、なんか迷ってるっつか。出口、地下から出られればいいのか。ああ、ひとまずそうだが。オーケー、任せろ。出口を探してくる。おい、一人で行くな。どうするジョーカー。そうだな、いつシャドウに襲われてもおかしくない。大丈夫かよ、怪しさ全開すぎんだろ。まあ放置ってわけにもいかねえか。おい待て、シャドウに見つからないように気ぃつけろよ。でも見つかってるし。離れろソフィア。こいつらどっから湧き上がった。ここでやられるわけにはいかねえ。やるぞお前ら。なんとか切り抜けたな。ソフィアっつったっけ。怪我とかしてねえか。問題ない。だがなぜ襲われた。いきなり襲ってくるとは。ああ、なんつうか説明できねえけど、あいつらはシャドウってやつらだよ。そして我が輩たちは怪盗だ。ここの主にとっては賊、排除すべき侵入者とみなされてるってとこだ。怪盗団、かっこいいな。そこかよ、気が抜けるコメントありがとうよ。てかここらはシャドウだらけっぽいし、行くなら一緒に行こうぜ。私が出口を探してくる。ここで待ってればいい。我が輩たちを助けてくれるのか。初めからそのつもりだ。ジョーカーは私を助けた。今度は私がジョーカーの役に立つ。私を使ってくれジョーカー。よくわかんねえけど、なんかいいやつっぽいなお前。どうするジョーカー。オーケー、よろしくなジョーカー。それと猫と。誰が骸骨だこら。骸骨ってかただのヤンキーだけどな。てか我が輩このすぐ猫じゃねえし。ジョーカー。俺はスカルだ、覚えとけよ。我が輩はモナだ、間違えんなよ。なんで怒ってんだ。よし、慎重に行くぞ。ソフィアが巻き込まれると厄介だ。なるべく敵に見つからないようにな。チェッ。はっ。待って、敵だ。まだ嫌がるな。今はソフィアがいる。戦闘は避けたいところだが。あいつが邪魔なのか。まあな、ここ通らねえと進めねえし。オーケー、逃げろ。あ、どうせつもり。で、お前何して。おい待てって。なんだ貴様ら、侵入者か。助けると約束した。
悪く思うな。とにかく我が輩たちも戦うぞ。一度いただいていく。待て、なんかめっちゃ強えし、戦えんなら初めからそう言えって。聞かれなかったから。しかもその格好は一体なんだ。我が輩たちの変身とはまた違うようだが、怪盗団の真似をしたらこうなった。ああ、その格好だけじゃねえ。お前、ペルソナ使いってことかよ。ペルソナ？さっきの戦いでお前が使った能力だ。あれは武器だ。戦うのに必要だろ。ソフィア、お前は一体何者だ？私は人の良き友人、ソフィアだ。それはもう聞いたっつの。わからねえことが多すぎるな。だがのんびりしてる余裕もない。とにかく今はここから出るのが先決だ。そうだな。今のでまた敵が寄ってきたらめんどくせえし、つか戦うのも協力してもらおうぜ。ああ、脱出方法がわからない以上頼めるか、ソフィア。オーケー。マックス。ああ、無理はしない。んじゃあ行くか。頼んだぜ、ちっこいな。了解した。そうだ、体力には注意しておけよ。何か回復できるものを持って。場所は調べてみようぜ。何か使えるものがあるかもしれん。敵者の弱点。ではいないようだな。あいつ倒さないのか。我が輩たちは怪盗だ。できれば正面からやり合うのは避けたい。
階段の方行ってみようぜ。あそこから。おい、そこにいるのは誰だ。よし、敵がいい感じに集まってるな。終わりだ。ぶちかましてやれ。やるじゃないか。よし、残りの数も変わったな。新技収束勝ったな。早く試してみた。まだ油断すんなよ。あそこから登れば進めそうだ。行ってみるしかなさす。見つけたぞ。しつこい奴らだ。撃ち抜く。ペルソナの力試してみようぜ。見える。来い。ピクシー。ペルソナいただいていく。今はあのでかいシャド。集中して狙った方が良さそうだな。よし、やっと外に出れたな。だがまだ異世界の中だ。気を抜くなよ。待って、どうしたソフィア、何か見つけたか。感じる、あっちに出口がありそうだ。マジかよ。つか、なんでわかんだよ。ビビッと来た。ビビッとってお前。出口はこっちだ。ついてこい。おい待てソフィア。どうなってんだよあいつ。とにかく後を追うぞ。
ソフィアの言う出口なのか。匂いが薄い。ここで間違いない。つうか、なんだあれ。大丈夫、ここは外に通じてる。通じてる？ぐにゃーってなってバーンってなるが出られる。適当すぎんだろ。だ信じろ、ジョーカー。話がわかるな。今はソフィアの話を信じるしかないか。あ？お前は一緒に来ねえのかよ。私はどうしたらいい？ジョーカーの言う通りだ、ソフィア。そこら中車道だらけだろ。一人でうろつくのは危険だぜ。どこ？ったくしょうがねえな。うわ、何する？こんなとこに置いてけっかよ。とにかく俺らと一緒に来い。分かった、ついてこいと言うなら。じゃあ行くぜ、せーの。